死性海洋性歯周炎とは、歯周病の一種である。死性海洋性歯肉炎が進行し、著しいアタッチメントロス、歯槽骨吸収を示したもの。疑膜の形成、海洋の形成、歯肉のエシ、疼痛及び強い口臭などが特徴。急激に発症することが多く、かつては、急性死性海洋性歯周炎と呼ばれたが、慢性に経過する場合もあるために名称が、 変更された。歯間乳頭と変円歯肉における絵師と海洋が特徴的である。後発部位は上下学前場部及び第3第9子部の歯間乳頭部。歯間乳頭部は看護クレーター状となる。変円歯肉は洗浄形態を失う。海洋部は白血球、赤血球、フィブリン、エシ組織変細菌界などからなる、開白色の偽膜で覆われる。 疑膜は、剥がれやすく、取れてしまうと海洋部が露出するため、血が出やすく、食べ物や歯ブラシなどが当たることで痛みも現れる。軽症の場合は4から5日で治るが、重症になると病変は、死相粘膜、扁桃など、周囲組織に波及し、発熱、頭痛、倦怠感、所属リンパ節の主張などが現れることもある。原因は不明であるが、 プラーク等の炎症因子並びに疲労、ストレス、栄養障害、免疫力低下などの全身的因子が関与すると考えられている。病変部には防水菌やスピロヘータなどの異常増殖が見られ、その関与が指摘されている。ありがとうございます。